だから負けることを恐れるなと、若い芸人には言いたいですけどね負けれない勝負で負けるほど面白いことないやろっていう、あその代わり負けれない戦いのこの設定だけはむちゃくちゃきっちりしろよっていう、あーハードルが高ければ高いほどいいっていうことですよ。そうなんですよ。よろしくお願いします。はい、バイバイ。いただきます。いただきます。はい、あうまい。リップスライムというグループやってますけど、はい、僕をこうあど見た記憶っていうか、まあ、僕それ知った記憶が知った記憶は、はい、あれなんていう曲名やったかな、自転車屋みたいな、多分ブローっていう曲だと思う。そうです、5人で自転車乗る、はい、はいはい。あの時リョウジさんまたちょっとなんか、ええ、俺ちょっと怖い人なんかなって思ってたんです。なんか オレンジとかちゃいましたっけ、髪の毛 あのがっつりモヒカンみたいな。あーそうですね、そうですね。あこの人東京のヤバい人やねんやろなって。いやいや全然違うんですよ全然違うんですか。よくね思われるんです、怖い人だと思ったって。ちょっといかつい感じじゃなかったですか、あの頃。グループの中だと、はい、まあちょっとこう眉こう細めてるというか、はい、目つきがあんま良くないっていうか、うん、それでね結構言われるんですけど、しかもなんかあの自転車乗りながら挑発的な顔をこっちに向けてきてた記憶があるんですよ。全然です。どっちかというと学生時代は、はい、その例えばヤンキーのお兄ちゃんいますよね、はいはいはい、でオタクの子たちとかもいるじゃないですか、うんうん、でじゃない、まあ、ちょっとイケてるグループとか、はいはいはい、全部とうまくやるコウモリのような。あなるほど少しずつパイプを作って、はい、作りながら。リップスライムという、まあ、軍団に、はい、警戒心をまだほどいてないんですよ。でですかなんでこの俺らと同い年ぐらいのこの軍団が大人な感じやねやろなっていうね。やまあ全然ガキっぽさがなかったというか。めっちゃガキでしたけど、ね、いや自分らなんかもう、ねはい、39歳ぐらいまでやっぱもうカブトムシ取りに行ったりしてた童心を忘れない。童心を忘れないというかそこから抜け出せないというか最近になってるんですよ、ね、ちょっと警戒ほどいてきて僕はスーさんと、あ、はいはい、ご一緒させてもらってた時期なんですけど、ええ、やっぱり警戒してましたからね。あのとこは警戒してました。やっぱりリョウジさん僕なんか僕いつぐらい認識してくれた。やっぱテレビだと思うんですけど、はいはいはい、まだ多分東京進出みたいなことがない時期から。そうなんですか。はい、多分バッファロー五郎さんとなんかいろいろやったりとかそういう時期とかから、はいはい、まあ、風の谷、はい、風の谷の話を、はい、ここまで爽やかに語る人いないんじゃないかな。風の人の谷ですね。谷ですね、はい、はいはいはい。で僕でもお会いしたことなかったですから、はい、今日初めてですから、はいはいはい、僕の中ではだから最初から全開にうわケンコバさんって面白い人だ、ありがとうございます、気持ちいい人だっていう開きまくってたし、はい、あと一番僕はシンパシーを感じたのが、はい、僕も人生で生まれて初めて、はい、アンアンという雑誌にランチャラランキングで載って、僕もそれはそうですよ、はい、それでそのランキングの1位がケンコバさん、うん、2位が僕っていうすごいランキングだ、はいはいはい、そのタイトルがデブセクシーランキングっていうねデブだけどセクシーっていう、そうですね、一応そういうジャンルでなんかくくっていただいて、まあ、まあ嬉しいくくりですよね。そうです、うん、そこですごくシンパシーを覚えて、なんかいいな、光栄だなと思います。それはあの大丈夫やったんですか、遥か昔から、はい、ミュージシャンの世界って、ええ、やっぱ太るのは、ええ、あのルール違反みたいなところあるんじゃないですか。いやラップだから大丈夫だと思います。ラッパーは、OK、ラッパーは結構まあそうですね、まあ、ちょっとあのでかい人多いですもんね。多いじゃないですか、はい、デブチビメガネ何でも、ああその確かに特徴的なものデブチビメガネと言われる人パッパッパッと浮かびますもんねうちのメンバー全員いるんでどうして芸人さんを目指したんですか。僕はね本当にこれもう喋るのがすごく恥ずかしいんですけど、目指したきっかけ、ちょジャニーズっぽいんですよ僕。どういうことですか。あの誰かが履歴書送ったんで。そうなんですマジですか。いやこれだから喋るの恥ずかしくて、ね、すごいですね。あのずっと友達やったやつが、そういうこそそいつ中学生とか漫才師になるって言ってて、はい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 、中学生とか誘われてたんですよ僕、で高校別々になって、それでもたまにこううち来て、はい、漫才の本書いたから見てくれみたいな。あすごっ、はい、うん、で高校卒業して僕、まあ、1年バイトとかいろいろしてたんですけど、はい、その一緒のバイト入ってきて、ああもう見初められちゃってるんですね完全に。そうなんですよ、お前と天下とかみたいな恥ずかしいその方は今どうなさってるんですか。公務員してます
カッチカチですね。いやそうなんですよ。ちっちゃい時なりたいと思ってたプロレスラーぐらいなんで。あ、はい、そうですよ、好きです、ね、全日本、新日本に履歴書送っても身長規定で落とされてたんで、やることがなかったんですよ。ああ、本当プロレスラーになりたかった。いや、それはなりたかったというか父親の憧れ教育やったんですよ。プロレス見ろと、お前はプロレスラーになるんだと。いや、お前が、プロレスラーになって、このブッチャーの黒い軍団を潰せって言われた。もう熱狂的だったんですね。熱狂的で。僕小学校の卒業文集には、はい、その当時の仲良 い友達と組んで漫才になりたいって言ってたぐらいです。やっぱかっこいいと思ってたんですよね。和芸というか、まあ、おしゃべりだけでドカーンって受けるっていう。いいとこ見てくれてますね。いやいやいや、もう最近なんかその M1 グランプリみたいなのもあって、はいはい、さらにこう漫才師がかっこよく見えてるんですけど。そうですね、内部告発じゃないですけど、うん、本当にもうダメ人間しかいないというか。芸人って2種類しかいないんですよ、選ばれし者以外は絶対に極端な貧乏の時期あるんで、その時に2種類しか生き残れないんですよ、はい、実家が金持ちか、うん、女のところに転がり込むか、言ったら転がり込んだ母で。転がり込めていいですね。まあもちろん全く食えない時期、はい、毎日カレーパンばっか食ってる時期、はい、一番これが安くてカロリーが高い、はい、あ、カロリー確保だけは怠らなかった僕は本当にまあ、言ったら難波のスナックのチーママに可愛いとこいっぱい見せていいっすね、はい、そうですよね。そうこう、うん、芸人さんをやっていく上での、うんうん、こだわり的なこと、そんなのがあればちょっと。ああ、芸人のこだわりはね、何をどんな恥ずかしめがあっても、はい、ネタになるというか。ああ。だから負けることを恐れるなと、若い芸人には言いたいですけどね。負けれない勝負で負けるほど面白いことないやろうという。その代わり負けれない戦いのこの設定だけはむちゃくちゃきっちりしろよっていう。ハードルが高ければ高いほどいいっていうことなんですね。そうなんですよ、はい、どうなんですか、その矜持というかミュージシャンとしての、はいはい、ここだけは破れないみたいなのあるんですか、ここだけは守らなあかんみたいな。その作る中に絶対言いたいことっていうのが1個あると、うんうん、あとは全部それを聞かせるためのうわあれでしかない、振りでしかないというか。いや、これは本当ね、ある人と共通してるんですよ、それ。あ、そうなんですか。ちょっと僕にとって神様みたいな人なんですけど、たけしさん。お、そう、すごい、ゾッとした。たけしさんが、まあ、お笑いじゃない話で、はい、映画の話なんですけど、はい、まあ、多分、映画撮るなんて簡単だよって言ったんですよ。絶対簡単なわけないのに。簡単ないですよ。はい、簡単なわけないのに、なんで簡単なんですかって言うたら、撮りたいシーンを3つだけ考えるんだよ。あとそれ繋げて、つなげるために物語考えればいいんだよ。ああ、なるほど。その感じですよね、だから。ドキドキが止まんないですけど、僕は。たけしさんがそんなことをおっしゃってたなんて、うん。いや、俺も今後そう、ちょっとお笑いのなんかコントとか考えるとき、それ、そうじゃなか、そうじゃなく作ったのに、そう言います。いや、絶対にそういう感じの方です。絶対に好きなことバシッとやる方ですもんね。いやいや、そんな、本当そんなことです。そんなの関係、もう俺、滑る笑いしか関係ないみたいな感じでいくタイプの方じゃないですか。もう本当にもう、好きなことを本当にやったら刑務所です、僕。いかがでした ?20 代。僕はね、まあ、ほとんどの9割9分の芸人がそうなんですけど、はい、20代で、食える人ってほぼいないんですよね、はいはい、未だに戻りたいですね。たまに出してもらえるテレビで、もう爪痕さえ残した勝ちやみたいな、だあの頃ね、うん、ちょっと目もつり上がってたと思うんですよ、僕は。楽しかったなって記憶すごいあります。ほんまに食えなかったですけど、やっぱ30になったぐらいからちょっと待てとやっと思えるようになりましたね。同じように20代が出てきて、はい、爪痕ばっかり残すわけじゃないですか。そうですよね、頑張るわけですよね、はい、ほんならもうその中継地点で見たその司会者の人の冷や汗とかもう見えてくるわけですよ、はい、ああ、分かってしまう、うん、はい、はい、なるほど、俺はこんなに迷惑なやつやったそうですね。そっからよ、やっと上の人手本なるなと思えましたかね。あ、今と目標なさってる方がいたりとかするんですか。いや、僕はやっぱり関根勤さんですかね。全然事務所も違う方なんですけど、この人はもう全体のバランス取ってんのに自分の好きなことばっかり言うなっていう。あ、確かに。なのに場を汚さないっ
出川さんとかもすごいですよね。今出川さんはもう今でこそやっぱ全世代からの評価ですけど、僕らの中ではもう遠に神様みたいな人ですからね。出川さんがいなかったら僕ら死人何人か出てますからね。これマジの話なんですよ。すごい体当たり系の年末年始はすごい多いんですけど、はい、そういう仕事が、はいはいはい、みんなさ今からバス倒れるけど、絶対に左手つかないでって言って、だからこうバスがねそのまま横に倒れて、そのまま右手こうやっちゃったら、もう折れちゃうんですよ。こう受け身取れって、かっこいい、カンフーの世界かっこいいですね、はい、そういう人います？そのこの人いなかったら、この人いなかったら、ミュージシャンとかでですか、僕らにとって結構これは金言だなと思う、はい、僕が言われたわけではないんですが、好きなことをやるのはいつでもできるから、あなたは今の、その年のあなたは新しいことをしなさいって言われたんですよ。まあ、金言中の金言ですけど、むちゃくちゃしんどい課題ですね。そうなんですよ。真心ブラザーズのヨーキングさんがおっしゃっていただいたのは、はい、苦しいなそれ、いやもう意味はね、十分すぎるよは分かるけど、ほんまに苦しい一言ですねそれ。うわ明日からしんどってなる。そうなんですよ。昔はねちょっと振り返れば恥ずかしいんですけど、はい、ちょっとなんかこだわるというか、はいはい、ハイボール、いや和食に行けば、はい、いや日本酒飲まなきゃ話がない、中華に行けば、いや紹興酒飲まなきゃ、でイタリアンフレンチ行ったら、いやワインしかないでしょって言ってたら、通風だったんですよ。やはり、はい、そっからねビール飲んで後半はハイボール、パリッと変えたらもう午前中で仕事終わることありますね。午前中で仕事終わる時のビール、あれ超えてる。いや分かります。じゃあ休日、はい、何もないと、はい、もう全くのことです、はいはい、どう過ごされますか。目覚ましかけないのに早めに起きてしまうというこの現代人の病気。そうですね、いやいろいろ考えがあって、はいはい、考えてることがあるんですよ。ちょっと2駅ぐらい離れたとこ行って、はい、昼飯食いながらビール、ビールですよね、うん、はい、それもたまんなくないですか。いや起きて起き抜けのビール、あれはでも例えば蕎麦屋で蕎麦を食べながら、はいはいはい、ビールを飲む自分、はい、自分店のものよ、見ろと、はい、俺ビールを飲むんだぞとこの時間にな、みたいな。皆さんは昼休憩、昼休憩で ねごめん遊ばせ、私はこの後仕事ありません。すみません、申し訳ないですが私ビールをいただきました。